どうも、かげやんです。今日もね、晩飯前のジョギングですね。で、今クールダウンに入ってるんですけども、今日も 3.2 キロですね、走らせていただいてですね、だいたい最近ね、こう日曜の晩に走る、感じですね。だから週1回ジョギングをするという感じのペースになってますね。まあまあ夜のね、お客さんが入ったりね、予約が入ったり、することがあるとなかなか走れないんで、日曜日はね、比較的こう走れることが多いですよね。で、まあまあ、3.2 キロですか、走らせていただいてですね、今日はね、だから前半がちょっとね、しんどめかなと。そこまでしんどなかったんですけど、ちょっとしんどめかなと思ったら、ちょっとペースがね、そのちょっと早めやったかな。そこまで早くないですけど、ちょっと1キロのそのタイムを言った時にちょっと意外とスピード出てんなって思って、ほんで2キロ3キロと進むにつれてね、体が楽になっていって、足は相変わらず軽いですね。足は軽くこう進める感じで、走れたという感じでした。で、今日もね、ちょっと実りのあるね、日やったですね。なかなかこれから生活というか、こういろいろねする上でこうプラスになることがこういろいろとこうありましてですね。で、そのまあまあ自分が探してるのもありますけども、そのあ、これは自分は今にぴったりこう合うというか、でメリットもあるし、でそれを取り入れて、じゃ、まあ買い物もするんですけど、そういうことで、あの、なんていうんですか、また今日は今日でプラスになることがあったり、昨日は昨日でね、ありがたいことがあったりとかいうことで、日々こうね、こう前進してるというか、進歩している、いろんな意味でいろんなことが進歩しているっていうのがこう分かるんで、ありがたいですよね、うん。このままね、この調子でというか、まあまあ、そのそんなにね、大きくこう進歩はしないんですけど、まあ、1日1ミリでもね、こう良くしていくというか、そういう形を取っていければなというふうに思っていますというとこですね。で、あ、こんにちは。今、お疲れさんです。どっか行ったあったんですか？あ、お疲れさんです。ちょっと今、ご近所の方でね、お客さんでもある方なんですけど、ちょっと帰ってこられて、車から帰ってこられて、ちょっと挨拶をさせていただきましたということで、まあまあ今からいつものように空手のね、練習をね、公園でしますけども、あれです、ちょっと昇級試験を受けましてですね、でもうかなりこう自分にとって受けてよかったことばっかりがあって、すごい得るもんがありましたね。その昇級試験を受けるっていうことが自分にとってこれほどプラスになるとは思わなかったんですけども、なかなかまあ半年間のね、成果を出す場でもありますし、まあそんなにね、大したことはできませんでしたけども、まあ反省もしつつ、次のね、12月の昇級試験に向けてですね、またこう日々ね、積み重ねていこうと。ほんでこういうことをしていこうということがちょっとこう見えてきた部分もあって、ちょっとそれが余計プラスになっていい感じやなというふうに、思っております。ということでですね、公演も近づいてきてますし、このままね、公演に向かって空手の方などをね、こうやっていきたいというふうに思います。ということで、今日の今日のクールダウンは以上になります。ありがとうございます。